はい、原崎とガールの秘密兵器です。あんまり言いたくないですけど、あ、本当に申し訳ないです。真剣勝負なんで、はい、申し訳ないですけど。すいません。全然ないですよ、全然ないです。大丈夫、大丈夫、なんか、なんか仲間あれ？うんうん。皆さんこんにちは、野球場の子です。桜子です。よろしくお願いします。さんばんばん。今回はですね、南千住野球場、向こう図のね、この本拠地なんですけども、はい、なんかね、あのカメラマン大君ということで、大君がつながった、強豪校出身の、はい、なんかバッテリーが、今日なんか僕らに対決を挑んでくるんですよね。じゃあパシフィックキングカモン。はい、バン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 。どうもパシフィックキングヒロシです。お願いします。パシフィックキングの JB です。お願いします。お願いします。お願いします。パシフィックキングというチャンネルをやってるという。そうです。なんかあの聞くところで言うとね、元プロモとか現役のプロが出たり。ああ、西武の今井選手現役。はいはい。愛斗選手、はい、とかあと中日にいる清水選手など。え、あのなんか一本だけちょっと動画見させてもらったんですけど、はい、ガードマンが出てましたね。チャンネルガードマンがなんかあれ、あれコラボしたんですか。コラボさせていただきました。すげえな。ちなみに野球やったんですか。野球を。あれなんか、なんかタイトルね、なんか30分胴上げドッキリみたいな。でなんかもう一人なんかね、なんかヤバい子を連れてきてるという噂なんですけど。はい。ちょっとじゃあ呼んでもらっていいですか。はい。ちょっとヤバい子お願いします。はい、岡山のあいちゃんです。グラビアアイドルです。はい、よろしく。ガチなあの現役のグラドルさんですか。でちょっとなんか向こうでユリアも貸しちゃったんですけど。でちょっとあのなんかね、下は履いてなさそうな。履いてないでーす。でお前大丈夫ですか、これ想像つかないよ。想像つかないよ。2打席2打席、はい、ちなみに打撃には自信あるんですよね。まあ僕は、高校が花咲徳栄だったんですけど、はい、花咲徳栄の秘密兵器で。え、背番号もらったんですか。13番でした。すげえわ。で JB さんは13ヒット2本です。あ、じゃあ出てなかったですか、試合は。試合出てたんですけど、決勝でも、投げさせてもらって。ピッチャー。ピッチャーなんですね。はい。徳栄のゴリゴリの世代ですか。そうですね、まあもう最強世代といったら2000多分ではない。2000 16、17ですね。やばいやん。はい。じゃあ僕らが、4打数こんなうちで僕らの勝ちというか。はい、わかりました。僕らが勝った、僕らが勝ちましたら愛ちゃんもらおうかな。あおじゃなくて、僕らまだ試合できたわけだから頑張りましょうか。はい。じゃあ、さかなクンちょっと意気込みだけ聞こう。はい、絶対に打ち取ってやろうと思います。よし、頑張るぞ。はい。それでは動画をご覧ください。よろしく。ではね、まあ、なんか2人ともちょっとすごい打ちそうなんですけど、4-2、4-1、抑えたいと思います。いつもの実力で。いつものはそうですね、まあ、カーブ使っていっぱい打ち取っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、岡山の愛ちゃんを奪うべく、僕たち頑張りますんで。愛ちゃん奪われるみたいです。頑張るぞ。よし、はい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 、ワンアウト。あ、ナイス。ナイス。カメラに一言言っといて。ちょっとね、あの子打ちづらいんですよ。バッターでは投げづらいし、ピッチャーで打ちづらいっていうね。ちょっといいですよ。あ、オッケーだけで。
問題ないです。あ、オッケーオッケーオッケー。あらさん、まあ、徳原ね。よし、じゃあ行こうか、ひろしくん。よっしゃ。まずは1個取りましたので、続けて3打席とも無安打にしたいと思います。はい。よっしゃよっしゃナイスボールナイスボール。これがデッドボール。デッドボール。一回当たってみる。いや痛い。いいよ。ライトフライ、もう一本打たないとこの時点でもう JB 君が打たないともう君たちの負けになります。間違いないですね。はい、こっからしっかり巻き返します。ちょっとあの後輩から先輩になんか言った方がいいんだよ。頑張って、そんな言うことない。あ、いい感じです。頑張れ。よし、行くぞ。頑張れよ。ここ打たれたらもう勝ちやから。 OK、 よし、ここが意気込みを。とりあえずヒットは打ちます。向こうずにマネージャーを入れたいと思います。ひらがり行こうぜ。あんまり言いたくないですけど、あ、本当に調子悪いよね。真剣勝負なんで、はい、申し訳ないですけど、すいません。全然大丈夫です。大丈夫。なんか仲間あれ、あ、うんうん、どちらかというと、今日からミートボールみたいな感じ。あ、じゃあ応援してミートボール。ミートボール頑張れ。ミートボールで喜ぶ気分。Thank you.
る。いやー、4-0、日本の勝利ありまーす。ババババ。いやー、ちょっとどうでしたか。はい、桜子向こうバッテリー、この球は研究対象ですね。確かに、それ予想してなかったもんね。ちょっとデータ持って帰らせていただきます。桜子が今日来るって言ってなかったんで。ボールが動いてる。そう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 なんだよな。まあ、強豪校にはいなかったですね。まあこれが草野球なんで、はい、やっぱりもうね、もう実力とかもうね、大人になるともう関係なくなっちゃうんで、まあ楽しくね、一緒に草野球今度やりましょうか。やりましょう、お願いします。呼んでください。マジでガチで、ガチで別の企画で呼ぼう。じゃあちょっと愛ちゃんが最後のライブもできる。はい。入ってます。ぜひ、ね、皆さん、YouTube とか愛ちゃんもいろいろやってるんですよね。私は、まあ、基本 Twitter と Instagram。 インスタもやってるんです、ね。はい、じゃあ全部貼っておきますんで。ありがとうございます。フォローの方でよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。そうですね、ピッチャーは速いだけじゃないっていうところ。そうですよ、これはもう桜子が体現してくれてますよ。これが草野球ですよ。軟式野球のね、ドローンっていうね。だから愛ちゃんも、はい、ピッチャー目指そう。ピッチャーはこうやって、そう、こうやって投げる。だから愛ちゃんも、はい、球でも、もう桜子ぐらいいけば、はい、野球できるってことで。できる。じゃあ選手追加で。あ、お願いします。マネージャー登録、選手登録。あらしゃ。あらしゃ。ありがとうございました。悔しい。ちょっと、ガチで悔しい。なんだこれは負けだけどさ、ヘルメット1個持って帰んない。でも痕跡のことない。そうだな、これ向こうじゃなくてさ、広志にしようかな。あれ